ミオリに関しては評価のポイントとしては、まあ、今回こう革新性だったりデザインみたいなところがすごく評価が高いポイントがあったのかなと思っていて、まあ、和の世界観に、まあ、ハンコと何でしょう、こう折り紙っていう、まあ、要素があって、で、まあ、それがゲームのこうメカニックにつながってるっていうところは、まあ、今まで他のゲームで見たことなかったですし、すごく新しい体験だなというふうに思いました。例えばこう火があって、それを折り紙のように折ると導火線に火がついて爆弾が爆発するとか、まあ、こう何ですかね、奥行きみたいなところも同じこうメカニックでも感じられる部分があったりして、まあ、このゲームを続けていくともっと面白いことあるんだろうなって、まあ、感じることができた、すごく楽しい体験させてもらった、そういうゲームでした。